弟たちと愛犬と過ごす平穏で平和で単調な居心地のいい日々。このままここで何事もなく過ごせたらいいのに。いつか元の世界に帰らなくてはならない日が来るんだもの。現実的に物事を考えないと。元の世界が私の世界、ここには連れてこられただけなんだから。ジョンとマイケルとナナ、それからお母さんとお父さん、元の世界にある私が存在して当たり前だった居場所、もともといなかった世界からいなくなるだけ、もともといた世界に戻るだけ。でもお母さんは私がいない方がいいのかもしれない。おはよう。ねえ、デートって知っている？知らないよね。僕は知っているんだから君に教えてあげる。だからデートをしよう。おはようピーター。もうちょっと静かに入ってきたらどうなの？大人の姿なんだから子犬という表現をするのは自分でもどうかと思うけど。びっくりした。何よ、割れ物洗ってる時にそんなことしたら危ないじゃない。デートだよデート。さっき子分たちからいろいろ聞いたんだ。デートって恋人同士が二人きりでお菓子より甘い時間を過ごすことなんだって。恋人同士じゃないと使えない専用の言葉らしいよ。僕たちは恋人同士なんだからデートしないといけないんだ。どんな情報を聞いたか知らないけど、どうせ偏った知識じゃないの？それにデートなんてそれらしいことならとっくに何度かしているじゃない。あれ、そうだった？全然気づかなかった。でも言われてみれば君と一緒にいるだけですごく甘い気分になるからデートなのかな。ということは今もしかしてデート中？違うわよ、これはデートじゃないわ。あなたは私の邪魔をしているだけよ。手を離してくれないと洗い物が終わらない。でも君の手は小さくて柔らかいからずっと握りしめていたいんだ。ピーターは私とデートがしたくてここに来たんでしょ？洗い物が終わらないと永遠にデートに行けなくなるけどいいの？え、それは困る。じゃあ手を離すからすぐにデートに行こう。洗い物が終わってからね。君は僕とデートすることが楽しみじゃないの？洗い物洗い物って君は洗い物とデートとどっちが大事なんだよ。洗い物。バカね、デートと洗い物なんて比べることじゃないわ。行かないと行けるわけじゃないんだから少し待っていてちょうだい。
供になっちゃった。このタイミングで。大人姿がかっこいいからピーターのことを意識してしまうのかな。最近ピーターが大人に見えることが多いし。でもかっこいいとかそういうのは大人の姿を見てからのことよね。子供の時にも意識したから大人に見え始めたわけで、今だって子供っぽい言動に幻滅はしない。ピーターの性格を把握した上で好きになったからということなんだろうな。好きになったからって、好きなのかな。どうかしたの？なんだか顔が赤いよ。え、別に何でもないわよ。早く洗い物を終わらせていこうよ。僕は1分1秒たりとも時間を無駄にしたくない。ピーターって永遠の世界で生活しているくせにせっかちよね。待てないのなら一人でデートしていらっしゃい。一人でデートなんてできるわけないじゃないか。僕は一人きりで甘い時間を過ごせる自信はない。そんなこと堂々と言わなくても分かっているわよ。そんなのできたら妄想癖のひどすぎる人だものね。はい、お待たせ。バカなことを言ってるうちに洗い物が終わったわよ。森の中心でデート？ここにはいい思い出がないからあんまり気が乗らないわね。恋人同士が秘密の時間を過ごすにはうってつけの場所だと思うよ。コンテスト開催時以外は誰もいないから、ここにいるのは僕たちだけ。ここなら甘い時も過ごせるでしょ。誰にも邪魔されない二人きりになれる場所という意味だけで考えると、確かにうってつけの場所だと思うわよ。だけど甘い時というのが、一応聞くけど、ここにはどういう目的で来たの？もしそういうことが目的なら、こんな神聖な場所でするなんてとんでもない。ピーターにそういう常識をもっと教えないと。目的？前に君に聞いたことがあるでしょ。どうしても僕のことを知りたいかどうか、その話をするためにここに来たんだ。え？あ、そう、それならいいんだけど。なんで動揺しているのよ。神聖な場所でとか言いながら、私が一番恥ずかしい想像をしていたんじゃないかしら。でもそれならデートとは意味合いが違うんじゃない？甘い時とも違う気がするし。二人きりでお菓子より甘い時間を過ごすことをデートって言うんでしょ？僕のことを知ってもらうことは、きっと僕にとってお菓子より甘い時間になると思う。どうして？君に僕の心を見せるんだから甘いに決まっている。やっと。僕以外の人に僕のことを知ってもらえる時が来たんだからね。ここに来たのは、ここじゃないと見せられないものがあるからだよ。それは誰にも秘密のもので、見せるのは君が初めてなんだ。秘密？それは一体どんなものなの？見たらわかると思う。君ならわかるはずだ。だけど見ないとわからない、そういうものだよ。
この建物の構造にとても詳しいみたいだけど、よく来るの？うん、しょっちゅう来ているよ。ネバーランドの中でここが一番好きな場所なんだ。ふーん。いつも思うんだけど、ここは他の場所とは全然空気が違うわね。入ってるお菓子の種類も違うみたい。不思議な場所だわ。ここはこの世界で一番この世界らしい建物だから、他の場所がこの場所と違ってきてしまったと言った方が正しい。この世界らしい建物？僕がこの場所に詳しいのはしょっちゅう来ているからだけじゃないんだ。気の遠くなるほど昔の話だけどね、僕はここで生活をしていたんだよ。え、ここに？コブンの子供たちと一緒に？世界の意志、いわばこの世界の神様が存在するような場所に気に入ったからという理由で住み着くなんて、ピーターらしいといえばピーターらしいけど。ピーターに教えてあげないといけない常識がまだたくさんあるということね。うん、住んでいたのは僕一人。子分ができたから住むところを今の場所に移したのさ。一人？こんな広い場所にあなた一人きりで住んでいたの？心細くなかった？当時は寂しいとかそんな気持ちなんてなかったからね。でも今は無理だろうな。君を知ってしまったからきっと寂しくてたまらない。私？区分の子供とか妖精は？私と出会うよりもっと前から一緒にいたんでしょ？子分なんていてもいなくても一緒だよ。一人でいるよりは退屈がしのげるけど、それだけだ。そんなのひどいわ。みんなあなたのことを慕っているのに。もしかしたらずっと一緒に暮らしているんだから、ピーターがどういう気持ちでいるのかもう知っているのかしら。自分のことを見てくれない人をずっと追い求めているというのなら、ピーターはとても残酷なことをしている。だって仕方がないんだ。どう頑張ってもネバーランドの人たちはそれ以上の存在にはならないんだから。そんな悲しいこと言わないでちょうだい。子供たちも町の人も妖精たちだってみんなあなたのことを慕っているじゃない。うん、分かっている。でもこれは仕方がないことなんだよ。さあ、ようやく目的の場所に到着したよ。ここは建物の中心部にあたる心という名前の部屋なんだ。心という名の部屋？その名前はあなたがつけたの？どうだったかな。最初からそういう名前の部屋だった気もするし、僕がつけた気もする。昔のことすぎて覚えていないや。どうしてこんなところにこんな大きな鏡が？僕を映すためにここに置いてあったんだ。あなたを映すため？誰が置いたの？
世界の意志という存在だよ。世界の意志が？何のために？僕を映すためだってば。この鏡の中の世界には僕一人しかいないということを確認させることに意味があったんだ。鏡は世界の象徴。この世界には僕しかいないんだ。鏡なんだから正面に立った人しか映らないのは当たり前でしょ。今まで一人で見ていたからあなたしか映らなかったのよ。君にとっては当たり前かもしれないけど、僕の世界にとってこれは初めてのことだよ。僕の世界に初めて僕以外の人が映り込んだんだから。気づいている？君と僕はすごく似ていて近い存在だってこと。どこが？性別も身長も目の色も何もかも違うじゃない。鏡を目の前に言うことじゃないわ。似ているのは外見じゃなくて心だよ。鏡の奥に透けて見える深層世界、初めて見た時すぐに分かった。君はいつも心の中で叫んでいたはずだ。母親がなぜ自分を見てくれないのか、なぜ自分を認めてくれないのかって、病的なまでに。なんでそれを知っているの？知っているというより分かったんだよ。どういう感覚なのか言葉にするのは難しいけど、直感というやつかもしれない。君は僕にあの叫びを聞いてもらいたかったはずなんだよ。なぜなら君も同じように僕を求めていたからだ。自覚はないようだけどね。私があなたを求めていた？初めて出会った時、あんなに人が溢れる場所でどうして君は僕に気づいたのか不思議に思ったことはない？それはピーターが変な色の服を着て走り回っていたからじゃない。違うよ。あの世界は僕を受け付けない。よほど波長が合わない限り僕の姿は誰の目にも止まらないはずだったんだ。君が僕に声をかけたのは僕を求めていたということだ。君はあの世界を憎んでいた。だから僕はここに君を連れてきた。意味がよくわからないわ。ここってこの部屋のこと？それともこの世界にってこと？僕の世界にってことだよ。君は表面上嫌がっていたけど、本当はこの世界に来ることを望んでいたんだよ。私がこの世界に来ることを望んでいた？君は自分の記憶に鍵をかけて過去に起きた出来事から目を背けた。でも本当はもう気づいているよね。本当に君を満たせる人がどこにいるのか。僕はもうとっくに知っている。僕を満たせる人は君だということを。とは言っても最初は興味本位だったんだけどね。ちょっと遊んで退屈を紛らわせられたらいいなと思っていた。僕を満たせる人間が存在するなんてあるはずがないと思っていたんだ。君が見返りなく僕を助けようとしなければ今もそう思っていたと思う。待って、あれこれ言われて話が見えないわ。この鏡と今の話にどういうつながりがあるの？君が僕に希望を与えてくれたことと、この鏡が僕以外の人間を映したことは同意だよ。僕にとってこれは特別なことなんだ。抽象的すぎてわからないわ。君にうまく伝えられるようにいろいろ考えたんだけどな。どういう言い方をすればいいんだろう。抽象的でも聞いているうちにわかるかもしれないから話して。私はあなたのことをきちんと知りたいの。ありがとう。
そう言ってくれる君だから僕は君のことが好きなんだ。大丈夫よ。私はあなたを否定しない。ここまで来て放り出すようなことはしないわ。そうだね。君に僕を知ってもらうと決めたのは僕だ。だったら過去の話をしようかな。ずっとずっと昔、僕は僕のいるべき場所から逃げ出したんだ。僕はね、それ以来ずっと迷子になったまま今に至るんだよ。迷子？あなたが？迷子？ピーターは何かを迷ってるということなのかしら？うん。それで、あなたはどこに行こうとしているの？それがわからないから迷子なんだ。でも、君がいてくれたらきっと見つかる。僕は孤独ではなくなるはずだから。目的地があるのに、たどり着けないのが迷子だと思うわ。目的地が見つからないというのは迷子とは言わないのかな。僕はどこに行きたいのか自分でもよくわからないんだ。え？目的地を考えなくてはならないのなら、寂しくない場所を目的地にしたい。後にも先にも僕は一人ぼっちだと思っていたから寂しかった。心にぽっかり穴が開いているみたいで辛くて悲しかったんだ。君は僕の心の隙間を埋めてくれる。僕を目的地へと連れて行くことができる唯一の人だよ。ピーター、でも私は、私に何ができるというの？私は普通の人に劣る存在なんだから、何もしてあげられない。それに、私自身もどこに行けばいいかわからなくなっているのに。今はそれでいいのか、だんだんわからなくなってきている。私はあなたを目的地になんて連れていけないわ。どうして抱きしめるの？私にできるのはこれくらいだから。ごめんね。私こんなことしかできないの。期待してくれているけど、私はあなたの期待に応えられる自信なんてない。もっと立派な人だったら、もっと上手いやり方があるんだろうけど。君は温かい。僕はね、このぬくもりが欲しかったんだ。君は君のままでいいんだよ。もっと上手いやり方なんか僕だって知らないし、立派な人じゃなくて君がいいんだ。あなたは私とあなたが似ていると言ったわね。うん。だからここまで心地いいのかも。あなたもお母さんに認めてもらえなかったの？それとも憎まれていたの？とはさすがに聞きづらい。このドロップを君にあげる。これはどんな感情なの？どう言えばいいのかな。それは言葉では言い表せない感情だから、食べないとわからない。大丈夫、怖い感情じゃないよ。
でも楽しくもないし悲しくもないし、怒りでも恐れでも何でもない感情。何でもない感情？とりあえず食べてみるわね。味がないわ。香りも何もない。無味無臭？どういうこと？何でもないって無感情のこと？寂しいわ。あなたがくれるこの感情のドロップは一体どういう存在なの？どうして私に食べさせようとするの？それ前にも言ったよね。君に僕のことを知ってもらいたかっただけだよ。他に意味はない。僕にこれを持たせてくれたのは僕のお母さんなんだ。ピーターのお母さんの感情？これがお母さんが僕を捨てるまでにくれた感情のすべて。捨てられたってあなたは？そうだよ。お母さんはね、僕を産んでしまったことを苦しんで悲しんで憎んで考えて考えて、どうしようもなくなって自分の感情と共に僕を捨てたんだ。さっき君が食べたドロップの感情は僕に最後にくれた感情。お母さんは無感情で僕を捨てたのさ。自分の子供を捨てるなんて。捨てられてから今まで僕の心はずっと満たされないまま、いくら楽しく過ごしてもずっと心に穴が開いたままの気がするんだ。一人は嫌だよ。憎まれても蔑まれてもいいから誰かに僕を感じてほしかった。あなたの周りにはいつもたくさんの人が。たくさんの人がいても僕は一人だ。一緒に暮らす人ができたら満たされるかと思ったけど満たされない。お母さんと同じ人間だからダメなんだと思って妖精や人魚と遊んでもダメだった。ピーター、私は憎まれていても捨てられてはいないだけマシなのかな？ううん、捨てられてはいないけど私を見てくれないのなら同じだわ。私が何をやってもお母さんは私に気持ちを向けてくれない。泣いてくれるの？やっぱり君は面白いね。この話のどこに面白い要素があったのよ。泣くのは当たり前じゃない。こんなに悲しいことってないわ。いえ、これが他の人の話だったら泣いたりはしなかったかもしれないけど、今はとても悲しい。あなたはなぜ捨てられないといけなかったの？どうしてあなたのお母さんはそんなにひどいことをしたの？お母さんにとっては僕の存在がひどいことだったと言っていた。僕は生まれてはいけなくて、だから最初からなかったことにするんだって。最初からなかったことってどうしてそんな風に思えるのかしら。君は僕のことを悲しいと泣いてくれるけど、君だって同じだよ。
え？気づいていないんだ。どういうこと？今はやめておくよ。僕の話だけでも君は混乱しているようだから。もっと別の機会に教えてあげる。僕は君を初めて見た時確信した。君と僕はお互いに満たし合えるって。だから僕と一緒に生きてほしい。それって元の世界には戻らず僕の世界で生きてほしいんだ。君は僕といるべきなんだよ。でも私は元の世界に、弟たちに何て言えばいいかも。よく考えて。君の気持ちは今どっちにある？元の世界にあるのか、それともこの世界にあるのか。私が痛いのは、ここから帰りたくない。それなのに今は。考えさせて。また考えるの？君は僕を待たせてばかりだね。出かける準備に時間がかかるし、デートより皿洗いを優先するし。あなたがせっかちすぎるのよ。本当は無理やりにでも君をこの世界に閉じ込めておきたい。僕は待つのも不安になるのも嫌いなんだ。ピーター、僕が好きかどうかの答えはいつまで待てばいい？それはもう出ているわ。でも私は。ここで好きだと言ったら、そのことを言葉に出してしまったら、私は元の世界に戻れなくなる気がする。君のおかげで僕は随分忍耐強くなった。いいよ、待ってあげる。君がどんな答えを出そうとも、君は僕のものだ。デートだからいいんだよ。秘密の場所で恋人同士の甘い時間を過ごすんだから。すぐ気持ちよくなるよ。僕が触れているんだから気持ちよくならないはずがない。そうかな。別に自信家っていうわけでもないと思うけど。違わないさ。なんでそんな風に言うの？君こそもっと自信を持てばいいのに。僕がこんなに求めているんだから、君が満たせないものなんてないよ。
僕も君を満たしたい。隙間のないぐらい僕らはお互いを満たし合える存在なんだから。